ナウローディング。つうことで。さあ、やっていきますかね。桜大戦4。お昼休みの桜大戦ってことでね。まあ、日曜だけど。唐突に始まっちゃいましたね。戦闘シーンが。ちょっとね、息抜きに、この戦闘シーンこなしていこうかなと。日曜日のお昼下がりにちょっとね、やっていこうかなと思います。楽しいね。デートは我らクロノス会がもらい受けた。その脇地をちょっとお祭りお花見会場に持ってきたぐらいでウキウキしすぎでしょ。サタンの。そこまでよ。そこまでよ。鳥の上におる。何？何？割と認知度はどうなんでしょう。あ、どうもアザラシですとか言うの忘れてたな。桜大戦実況、こちら桜大戦実況の第1話の戦闘パートでございます。まあ戦闘シーンはそんなにあれよね、盛り上がる的なところはないと思うから、久々の戦闘を楽しんでいこうと思います。サクッとね。お前たちの実力どれほどか見せてもらおう。これ声がない。4人しかいないんだよね。すでに知ってるよ、大丈夫、ノープロブラム。誰に、あれ、カバウコマンドは違う、こっちだ。カバウ、あれ違う、こっちだっつの。そうか、サクラだから。もうなんだよ、グダグダじゃないか。まずは脇地を全滅させましょう。情報、攻撃、防御、移動とかね、シンプルな数字が出てる。こういうのがいいんだよ、こういうのが。いや、ただでかい数字は。カチ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 。いきなり必殺。ちょっとあまり覚えてないぞ。プシッ。アリア。まあ、一体一体言っとくのがいいんかな。カチ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 。ゼロ距離射撃。ああ、いまいちかな。大神さん遅くない？足が。足というか、行動までが。こっから攻撃来たかな。当たらない。同じ段じゃないとダメか。よし。うん、お、お？久々すぎてもたくさしてるな。攻撃撃してから動けたっけ。戻れない。だから攻撃してあのドドドドってなんかドド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 ドってあのこの後ろの蒸気のマフラーみたいな。お、移動できた。あれってさ、なんかカバウ8回も使える。とりあえずさくらに、さくら突っ込ませるから、さくらにドドドドドドドってやつが。ドドドドドってやつが見といてくれ。あれ、なんもなかった。一番初めにさくら攻撃した時がなんかドドドドドドってなってズバンってなったじゃん。あれ威力上がってない気がするんだよな。なんか確率、確率、確率なのか何なのか知らないが、その動きよくわからん、脇地さん。これ別に倒しても経験値が入るわけじゃないんだよね。だからサクサク倒していく。ほら、エイ、エイでエイ止まり。
倒したでしょう。これ必殺を、必殺をお見せしておこう。怪盗ランマと言っております。こういう動画をさ YouTube に上げていくといいのかな、ね、見たい人いるんじゃない案外にとりあえず撮っといて、とりあえず撮っといて、そのここまで行かなくてもいけるんじゃないかな、このぐらいで。いや射程長っイデオンかよ。戻れない。ここで撃って移動せん。射程長。王家方針。射程よ。行こう。移動しよう。蜂の巣にしてもらって構わん、桜は。なぜならば、カバウをしているからだ。ほうがみさんが頼りです。ため。なんか昔ながらのゲームって感じの、その辺の、この辺のあれがそうだよね。この辺のあの、数値がうにょうにょするあたりがすごく昔のゲーム感がある。サタンは私が倒します。せやるではないか。一人たち浴びせただけで私自ら相手をしてくれよ。ほう、なんか、なんかあるんかと思ったら別に何もないんかい。足があるから潰していく。ドドドドドってなったりならなかったの違いがよくわからない。あ、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 間違えた。あ、それスミレやん。スミレやん。さくら狙ってくんねえかな。カバーをしてるから。でいね、桜大戦のシミュレーションパートナーってのはこんなもんですわ。第1話だしな。これはかばう、かばうと桜の体力は減らないし、しかも好感度も上がる。はい、君と初めて出会った場所だね。こうやってやると多分あばばばば。信頼とかで値が多分これ結構上乗せされたんじゃ、わからんな、わからんな。最初そんなにしっかり覚えてなかった。深く必殺を打っておこう。スネクーラチか、しょぼいまあしょぼい、昨今のゲームとは覚えないしょぼさな。昨今のゲームではない。スミレも必殺見せとこう、せっかくなので。そして隠れとこう。必殺胡蝶の舞。まあ。まだ間違えたね。
そして大神さんを攻撃するんじゃなくて、さくら君を攻撃してくれ。そうか、防御してんだね。ターン制限があったわけではないと思うから、もうガンガン。ちなみにマリアは、ね、信頼のポイントそんなないよね。こんなもんよ、ボスの硬さなんてな。こんなもんよ。あ、また間違えた。なんかこの順番が来たことが分かんねえ。すっすっ変わるから。とタコ殴りだな。サシモのボスともいえども、ズバン。まずいな、オオカミさん。ちょっと、ちょっと危ないな。うん、顔がちょっと焦りが見えている。ここまでするとなんかボスがかわいそうだな。ここまですると、連打か、連打をするとドドドドってなる。あ、検証できんかった。今連打してもう連打したらドドってなってたから、ドドドドド。逃げられたか。ただテートの部屋は守ったぞ。これでよし、全員帰還だ。カーテンコール、なんだそりゃ。勝利のポーズ決め。ちゃっかりサムズアップしてる。ここまでかな。次回予告入れたいよね。次回予告まで入れたいな。時間的にはまだ余裕があるし、次回予告、桜大戦は次回予告もいいんです。気力充実、桜。多分ね、次回予告が後日談と次回予告が入って終わりだったような気がするぞ。花見、戦い終わって上野公園でお花見か。夜桜というのも悪くないな。夜桜ね。しかし米田支配になぜクロノス界のことを極秘にするのですか。おいおい大神さん、そんなことしてみろよ。暴動だぜ。そう奴らの思うつぼってやつだ。ほうほう。あくまでも我々は極秘裏に奴らを叩くんだ。今ので納得した？今ので納得できる？もっと警察権力とか使って一気に抹殺した方がいいんじゃないかな。数で圧倒した方が。助かりました。これからもよろしくお願いしますね。はい任せとけって。奴らとの戦いは始まったばかりなのよ。始まったばかりなのか。あまり浮かれないでね。はい、あ、わかった。アイリスね、お兄ちゃんのこと気に入ったわ。そう、アイリスの恋人にしてあげるから。浮気しちゃダメよ。マセガキ。ラリカラクルヒーヒョウ。近くで見るといい男じゃないの。近くで見るといい男っていう表現あるけど、表現してるけど、近くで見ていい男になる男ってそんなにいるか。遠目の方がだいたいイケメンに見えないか。まあイケメンっていうか可愛いとか美人とかもそうかもしれない。遠目の方がまだちょっとフィルター的なあれなんかな。スミレさんが酔っ払ってらっしゃる。誰か解放して差し上げろ。
こいつはちゃんと、あ、まあいいや、未成年とかそんなの関係ないか。時代が大正時代だからな。はい、飲酒が何歳からとかそんなの昔は多分関係なしだよな。だから OK です。OK なのか。次回予告、これが見たかった。大神さんは元海軍の少尉さん。そんな大神さんの前に突然現れた天才中国娘李香蘭、そして謎の美女。次回桜大戦、敵の名はクロノスカイ、大正桜にロマンの嵐。うん、どうするの大神さん。徳川の手のものだったような気がする、クロノスカイ。今のさ、次回予告のやつをさ、ちゃんと集めてさ、動画としてあげたらさ、再生数伸びるような気がしない？伸びるような気がしない。あるんかな、すでに。YouTube に上がってるんだろうか。あげたい感あるな。俺が喋っちゃったからもうダメになったけどさ。あれね、一つずつ切り取って、動画にしてあげて、動画にしてっていうかまとめてぐらいあげたら再生数伸びそうな気がしない？やろうかな。最後大戦のアニメのシーンとかもね、切り抜いてね。悪くねえな。悪くねえ。どうしようかな。まあ、まあ、やらないと思うけどね。ちゅうことで、ここまで、桜大戦第1話のパート4でした。次、第2話。次が第2話だからね。ゆっくり。まあ、あの、動画の上げるペースとしては、1、2、3、1話単位で撮って、で、それを1日間隔、1日おきぐらいの間隔でドドッと上げて、で、中何日か開けて、中何日の間には他のゲームの実況を上げて、で、また桜大戦の1話分撮って、で、連続で上げて、みたいな風な、わかる？ 4話まとめて4日間で上げて、で、少し休憩挟んで、みたいな感じで上げていこうと思います。まあ、あまり感覚相手も悪いしね、って思うしね。ってな感じで、ね、週刊桜大戦になるといいね。いやー、やっぱいいね。なんか、世界観がいいね。ということで、ほなまた。